どうもおでこリーダーでーす。さあ、皆さんこんにちは。少し今こういう社会状況なので大変な中ですが、 YMCA のリーダーたちで6年生卒業おめでとうと1年間の感謝を込めて面白い動画を作りました。イエーイ。さあ、今日と明日2日間少しでもみんなが笑顔になってくれるようにとリーダーたちで面白い動画撮りましたので、ぜひ見てください。で、少しでも笑顔になってみんな元気で過ごしてくださいね。ではどうぞ。どうもー、サンシャインです。ストレッチマンです。今日は YMCA あるあるをパプリカに乗せて、どうぞ。YMCA あるあるを、早く言いたいあるあるを、遊び回り出しの街、誰かが呼んでいる YMCA あるあるを、早く言いたいよ。 YMCA の一番星、明日も晴れるかな。 YMCA 花が咲いたら、早く言いたいあるあるを、 YMCA あるあるを言うよ。心遊ばせあなたに届け、 YMCA。 言わんのかい。萌えはありがとうございました。6年生の皆さん、卒業おめでとう。よし、じゃあ今日も一丁ついてみようか。へい、師匠、お願いします。任せろ。じゃあ世の中にはどんな子供がいるんだ。サッカーキャンプにゲームを持ってきた子供がいるんですよ。なーにー、やっちまったな。キャンプの夜はキャンプファイヤー、キャンプの夜はキャンプファイヤー、キャンプといえばこれだよな。次、世の中にはどんなリーダーがいるんだ。サンシャインの偽物がいるんですよ。なーにー、やっちまった。サンシャインは池崎、偽物はケイちゃんリーダー。遠くから見てると似てるんだよな。最後、6年生が卒業するんですよ。なーにー、卒業してしまったな。ご卒業おめでとう。今までありがとう。これからも遊びに来てね。以上、どうもありがとうございました。どうもー、どうも、牛乳ボーイズです。お願いします。ありがとうございますね。今、見つかる、つながる、よくなっていくをいただきましたけれどもね。ありがとうございます。こんな頑張ってもいいですからね。いや、一番いいですからね。本当にね、入れておきましょう。あ、言うておりますけれども、いきなりですけどね、はい、この間うちのおかんがなんか式を見たらしいんですよ。ああ、そう、うん、でもその名前をちょっと忘れちゃったらしくて、何式やったっけって。式なんかでも大体見たら何の式か分かるんちゃうか、うん、どうなってんのそれ。いやでもまあいろいろ聞くんやけどね、うん、全然分からへんねん。分からへんの、うん、いやほな俺がね、何の式やったかちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたのか教えてみてよ、うん、おかんが言うにはね、
小学校で6年生が校長先生に大きめの紙をもらってたっていうね。おー、うん、卒業式やないかい、うん、その特徴はもう完全に卒業式やがな。卒業式な、すぐ分かったやんそんなんもう、うん、でもこれちょっと分からへんのよ。何が分からへんの。いや俺も卒業式は思ってけどな。うん、そうやろ。おかんが言うには、うん、毎日やっても全然いいっていうね。おー、ほな卒業式と違うか、うん、毎日卒業式なんかしたらもう感動も何もないもんね。うん、ね、卒業式はもう1年に1回やからへんよ、うん、な。なんかあるたんびに起立礼をして結構足が鍛えられんよもう、ね、そういうからくりになっとるよこれも、ね、うん、卒業式ちゃうがな、うん、ほんならもうちょっとなんか詳しく教えてくれる。うん、おかんが言うには、うん、式の最中に、うん、旅立ちの日に歌ってたらしい。卒業式やないかい。もう卒業式でしかあの曲は歌えへんのよ。まあね、分からへんねん。でも何が分からへんの。いや俺も卒業式と思うてんけどな。そうやろ。おかんが言うには、うん、8月にもそれがあるっていうね。ほな卒業式とちゃうやないかい。8月に卒業式なんかしたらもう全員が体育館で虫だこになってまうよ。うん、卒業式はね、寒い体育館でやるからええね感じになんね。あれあれみんな泣いてるんやなくてもう寒くて震えとるんよ。もう卒業式ちゃうがな。ほんならもうちょっとなんか言ってなかったか。おかんが言うには小学生は全員この日のために学校生活送ってるらしい。卒業式やないかい。もう特に小学生の男子なんかみんな卒業式で好きな女の子に告白することだけを考えてんねん。もう女の子もまたそれを待っとるんよそんなもん。分からへん。でも何が分からへんのこれ。俺も卒業式思ってけどな。そうやろ。うん、でもおかんが言うには卒業式ではないって言うねん。そんな卒業式ちゃうやないかい。もうおかんが卒業式ちゃう言うても卒業式ちゃうかな。もうさっき言えや。もう俺がこんだけ力説してんのお前どう思っとってんほんま。いや申し訳ないよ。だからほんま分からへんな。もうどうなってんねんもう、うん、でおとんが言うにはな。おおとん劇団式ちゃうかって。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。皆さん卒園卒業おめでとうございます。みんなと一緒に活動できたことはリーダーたちの宝物です。これからもみんなの活躍を期待しております。はい、皆さん動画楽しんでいただけましたでしょうか。2日間にわたって、繰り広げられました YMCA のリーダーたちの面白動画、まずなんでこれをすることになったかというのは本当にみんなに笑顔になってもらいたいという思いの中でありました。で卒業する小学生のお友達、幼稚園保育園卒園するお友達、ご進級するお友達、全員おめでとうございます。お家の方もおめでとうございます。そして何よりも1年間まだ31日まではありますが YMCA2019 年度もたくさん支えていただきありがとうございます。これからもね、みんなが仲良く楽しく笑顔で健康的に生活を送れるような一助になればと思ってます。リーダーたちもたくさん成長します。YMCA のお友達もこれからもたくさん心も体も大きくなってくださいね。でもしこの動画面白かったらまだいろんな人に見せてあげてください。リーダーたちもそしたらとっても嬉しいですので、また会える日を楽しみにしてます。本当におめでとうございます。また2020年度もよろしくお願いします。ありがとうございました。